まして横浜工場は今おっしゃっていただいたように日産発祥の地でありますので、ここで世界最高峰のエンジンをですね組み立てるという自負がありますし、また皆の憧れの的の人と匠職人が組んでますので、非常に我々もですねリスペクトしながらエンジンを生産しております。まあ、この GTR に搭載してます VR38 エンジンというのはまさに日産を象徴するフラグシップエンジンでありますし、日産ブランドのですね頂点を極めるエンジンだと思っています。でそういったエンジンを匠の職人が組んでますので、その人たちのネームプレートをですね、責任を持って、貼り付けるということで、やはり我々にとっては当然ものづくり屋としての責任をですね一台一台の GTR のエンジンですね魂を込めるということにもなりますし、またお客様からもですねいろいろ反響を聞いています。やっぱネームプレートを貼ることで緊張感も、また緊張ってガタガタ震える緊張感じゃなくて、やっぱ集中力の方の緊張で、もうなんていうのかな、妥協ができない。I'm really impressed here. It's amazing the basically the precision you can get that only a human can really put in those final touches.And yeah, from what I've learned today, it's really important to the performance of the engine, just to get, you know, right within their tolerance ranges. And yeah, the masters here are doing an amazing job and, you know, put a lot of effort, you know, they're hand building the engine and you get a great result at the end of it. で、当時、違うサッカークラブにいて、怪我をしてしまったんですけどね。でそこで、たまたま日産のサッカークラブの監督さんが日産でやらないかと。で当時自分がいたところはプロだったので、保証がないと。で日産だと一生働けるよと。でまたサラリーマンへの憧れっていうのもものすごいありまして、で入ることを決意したのですが、入って3日目であまりにも走ってばっかりの練習なので、もうつまんなく、正直言ってつまんなくなっちゃって、その当時ですね、人事課に私行きまして、この横浜工場はどういう工場、何を作ってる工場って言ったところ、エンジンを作ってるんですよと言われて、もう有無言わずですね、エンジン作って、まあ、現場を見学したんですけどね、その時に、あ、ものすごいエンジン工場が面白そうだったんで、そこに行かせてくださいという、まあ、わがままですね。それ以来ずっとこのエンジンの組み立てでお世話になってます。そうですね、当時の日産車はスカイラインだとかああいう車の方が好きだったので、まあ、とりあえず受けてみようかと思って入社しました。日産の車がですね、非常に活躍するドラマでありまして、でそれを見てですね、いや日産の車ってすごいかっこいいなっていう印象がすごくありまして、でその頃正直日産に入ってっていうふうに思ったのがきっかけです。はい、They said every engine well meets that minimum range, but some are a little bit better. So yeah, I'm pretty sure it's been given some love and attention, and yeah, I'm very thankful for that. And yeah, it's great to meet the man responsible. So thank you again. Cheers.